ここで水原メモその2、微妙な距離感の相手にアクセサリーをあげても高確率でオークションサイトに出品されるから気をつけるんだぞ。じゃあ一体何をあげれば。プレゼントは無難なものが一番ね。でもそんなんじゃ俺の気持ちは伝わらねえ。水原、俺が本当にあげたかったプレゼントは長年守り続けてきた俺のチェンタキック。さて次回のカノカリは酒と彼女。お酒は二十歳になってから。